スーパーでレジのパートをしてるんだけど、ひどいのが来た。妊婦の奥さんに商品を山盛りに詰め込んだカゴを持たせてた旦那さん。目撃したのは品出ししてたパートさん。カートがあるからぜひご利用くださいと言ったらしいんだけど、なぜか旦那さんが必要ないですと言ったらしい。他のパートさんは奥さんがカートを使いたいと言っていたのを聞いていて、速攻でカート置き場からカートを持って行った。その時も旦那さんは必要ない、いらないと答えていた。最後に私のレジを通った。妊婦さんや高齢者のお客さんには支払い済みの商品を店員がサッカー台まで持っていくのを徹底しているが、旦那さんがそれを拒否。それでも私が運んだけど、袋詰めも奥さんがしてた。その間旦那さんはスマホいじり。詰め終わった袋3つあった。1万超えの買い物でした。思った瞬間に奥さんがよろけて膝をついてしまった。慌てて駆け寄る店員たち。旦那さんはさっさと車に戻ってしまった。店長が荷物を車まで運んでいった。その後のやりとりはよくわからないが、奥さんに頑張りすぎないでと声をかけたらしい。後日店頭にあるお客様の声という客が要望や改善してほしいことを書くコーナーに、誰も助けてほしいなんて言っていないのになぜ手を貸したのですか。世の中は妊婦に甘すぎる。この店の店員のせいで離婚するかもしれないという内容が投函されてた。それからはあの夫婦は一度も見かけていない。奥さん逃げ切れてたらいいんだけど。後日の報告。スーパーで山盛りに詰め込んだ買い物カゴを妊婦さんに持たせてと書き込んだものです。昨日奥さんが父親と買い物に来られました。あの時のお礼を言われてニコニコ顔で離婚が決まりましたと話してくださいました。知らなかったのですが、成果担当のパートさんに奥さんの友人の母親がいたらしく、前の報告で奥さんを助けたパートさんや店長ももちろんですが、成果パートさんの後押しで離婚を決意したらしい。旦那さんは家事すべてを押し付けており、妊婦ゆえに家事がうまくいかないと離婚を盾にモラハラをしていたようですが、生まれてくる子供のために離婚はできないとエネ状態になっていた模様。貯金も旦那の何かに使われ余計に離婚しづらい状況。おまけに両親は厳しい人らしく、離婚問題なんて知られたら縁を切られると思ったらしい。もともとしばらく子供は作らないと決めていたらしいのですが、無理やり子供を作らされていたみたい。成果パートさんが見かねて奥さんの両親に奥さんの状況を伝えたところ、泣きながら救出してくれたんだって。離婚決意の最終判断のきっかけは成果パートさんだったけど、前の報告で出てきたパートさんの助けも大きく心を動かしたみたい。他のスーパーでは一切助けてくれなかったから驚いたと言っていた。結構深いところまで話してくれたんですが、さらに慰謝料などといった込み入ったところまで話が行きそうだったので止めさせてもらった。とにかく安心したよ。店長が一番胸をなで下ろしてました。